双子の神社。小学生の頃に体験した出来事。当時小学生の俺はボーイスカウトの団員だった。ボーイスカウトってのはキャンプとかの野外活動をする団体で、夏休みのある日、地元の郊外を十数キロハイキングすることになったんだ。ハイクではルートの途中に何箇所か通過チェックポイントを決めておく。その時は住宅地の片隅にある小さな神社をチェックポイントにしていたんだけど、いざ実際に歩いてその場所に着いたら、神社が二つあったのよ。十字路を挟んだ対角線上にそっくり似ている神社が二つ、鏡合わせになっているみたいだった。地図には鳥居マークが一つしかないのにおかしいぞ、と。俺たちはとりあえず地図通りの場所にある方の神社で休憩を取った。こっちの境内には本殿が一つと小さな祠が一つ。ぶっちゃけ何の変哲もない。すると中学生のリーダーが、向こう側の神社も見てみよう、と提案してきた。俺を含めた他の班員もみんな気になっていたから何の異論もなかった。異変はその鳥居をくぐってすぐに気づいた。なんか生臭かったんだ。魚の腐ったみたいな悪臭が鼻をついてきた。他の班員も気づいたみたいで、顔をしかめたり、匂いの出どころを探ろうと辺りを見渡したりしている。境内はパッと見さっきの神社と何の違いもない。だけど、よく見ればこっちの本殿の引き戸が少しだけ開いていた。中になんかやばいもんがあるんじゃないかって、俺は引き越しだったんだけど、リーダーはずんずん本殿への一段を進んでいった。お前らちょっと待ってろ。リーダーはそう言うと本殿の中へ入っていった。俺たちはそれから数分間待ったけど、なぜかなかなか出てこない。さすがに辛抱を切らして様子を見に行くことになった。すると引き戸の裏からリーダーが、わっ!と大声で飛び出してきた。リーダーはビビってる俺たちを笑って、やっぱからかいがいがあるよな、とか言っている。なんもなかったよ。匂いはどっかの家の生ゴミでも腐ってんだろ。この人はそういう人だったのだ。リーダーの話す通り、本殿の中はさっきの神社と同じでごく普通だった。似通った神社が二つある理由を調べようとしたけど、その場では結局何もわからなかった。ただその神社を出る間際、俺は見た。リーダーの後ろ髪から背中にかけてが、水でべったりと濡れていたんだ。汗にしては不自然すぎる量で、濃密な悪臭は明らかにその水から漂ってくる。だけど、それが見えたのは、鳥居をくぐる間の一瞬だけだった。道路に出ると、水も匂いもなくなっていた。リーダーも他の班員も気づいていないようだったから、俺も気のせいかと思って何も言わずにいた。その数日後、海水浴へ行っていたリーダーが、離岸流に巻き込まれて行方不明になった。水死体として見つかったのは、さらに数日後。俺はとても見に行く勇気がなかったけれど、発見現場に居合わせた班員曰く、死体は夏場の高温で腐っていて、あの神社みたいな悪臭を発していたという。これは後に知ったことだけど、あの神社はコンピラ神社といって、海の安全祈願のために全国に何百社と建てられたものらしい。つまりそれ自体は本当に何の変哲もない神社だったわけだ。だけど海と関係のある神社へ行った後にリーダーが死んだのは偶然に思えなかった。それでどうしても気になった俺が
もう一度あの神社を訪れたとき、神社はたった一つしかなかった。双子の神社。たたり社。上野の飲み屋で知り合ったメグは西の方の生まれだ。今は常盤線沿いに住んでいるそうで、飲むと笑い上戸になる彼女は文字通りチャキチャキだ。どこの飲み屋でも常連になると自分の生まれのお国自慢大会になることがよくあるが、彼女はあまり自分の田舎のことを話したがらなかった。その彼女が先日実家のことをしんみりと話し出したことがある。ねえ、知ってる？たたり社って。声を潜めて言われた。知らない。聞いたことない。あんな、うちには弟がいたんよ。関西弁はよく知らない。過去形に聞こえたのが気になったが、おいらは先を促した。彼女、実は訳ありだった。メグの実家は写真屋を営んでいた。明治から続いた写真館で、戦中戦後の古い写真も残っていたそうだ。写真館の隣には一風変わった神社があり、メグと弟はその境内でよく遊んでいたという。その神社にちゃんとした神主さんがいたかどうかはわからない。写真館よりも後、終戦直前くらいに慌ただしく建立されたため、それほど伝統があるわけでもなし、何の神様を祀っているのかすら宗派もよくわからなかった。ただ不老者のような格好をした住み込み高のおじさんが時々境内を掃き掃除していたという。メグの両親や祖父はあまりその神社のことをよく言わなかったといい、行事やお祭りにはあえて別の神社に行っていたそうだ。ある年の正月明け、その神社の神殿が開けられ、大掃除というか虫干しがあった。手伝う人もおらず、そのおじさんが一人で吐き出しをしていたそうだ。それをメグとその弟が見ていた。冬の寒空にのずみにされた宝物というにはあまりに貧相な一見ガラクタの山。そのうちちょっとした隙に弟がそのガラクタの山の横から妙なものを物色してさっと持ってきて自慢げにメグに見せた。朱塗りの円筒だったという。ちょうどちょっと大きめの茶筒のような。それほど古い感じはしなかったが、蓋は白く粉を吹いた蝋のようなものでドロドロにがっちりと封がしてあった。重さもそれほどではなくむしろ軽い。振ってみると紙か乾いた布か唐草のようなものか、中でカサカサわさわさ時々ことコツと音がしたそうだ。それを聞いたオイラはとりあえず口をつぐんでいた。箱の中の様子はオイラなりの妄想で容易に想像できた。いわゆる小鳥箱系の一品だ。だがカサカサわさわさという音がよくわからなかった。あの箱をそんな音するって言われてたっけ。何しとるんか。顔を真っ赤にしたおじさんがすごい剣幕で追いかけてきた。メグと弟は逃げ回った挙句、その茶筒を賽銭箱の横に放り出し、あかんべえしたそうだ。このバカもんが何が起こっても知らんぞ。山道を走って逃げ、鳥居の下をくぐったとき、その柱がピシッと音を発したような気がしたという。偶然と思いたいが、その翌日の早朝、メグが住んでいた町一帯は大きく揺れた。早朝だった。あれでうちの家も燃えてん。火災で写真館が焼けてしまったため、写真屋はその後廃業してしまったそうだ。それとあの時その隣の神社の鳥居がうちの家の方に倒れてきたんよ。鳥居の笠木が1階の屋根をぶち破ってうちらの子供部屋の半分を潰してん。そして一緒に寝ていた弟がその下敷きになって死んだ。青いしましまのパジャマを着た足だけががれきの中から見えていた。うちのおとんがうおーって叫びながらがれきを避けようとしたんやけど、
弟の上に乗っかった笠木がすごく重くて全然動かへんかった。周りの林家もみんな同じ状況で混乱し、手伝ってもらえるような状況ではなかった。そうこうしているうちに、あたりで失火した火災の勢いに押され、一家は泣く泣くそこから避難した。逃げるとき、隣の神社も火に囲まれているのが見えた。社守りのおじさんは、すごい奇声を上げながら、燃え上がる神殿に飛び込み、それっきり行方はわからなかったという。おいらは言葉が告げなかった。メグが続ける。今までこの話はしたことないんやけど、うちら弟の遺骨あげられへんかったんよ。余震と火災が収まって戻ってみると、実家の写真館は見事に焼け落ちていた。信じられないことに、瓦礫のどこを探しても弟の遺体が見つからなかったという。消防も来てくれて一緒に捜索したが、結局骨のかけらすら見つけられなかった。潰れた弟の上に覆いかぶさっていた鳥居の赤い笠木もなくなっていた。跡形もなく。メグの家族は仕方なく空の棺で弟の葬式を出した。今でも弟がここにいるからと、写真館の跡地を整地してもう一度家を新築した。一方、神社のあった隣の土地はそのまま更地になった。当の神社は別の場所に移されたらしい。移転した先の住所は分からなかった。メグの家族は神社のその後を知ろうとはしなかった。しかしメグは一時、弟を殺した鳥居の赤い笠木を探そうとして復興中の町を自転車で走り回ったそうだ。焦げた赤い笠木を敷いた鳥居がきっとどこかにあると思っていた。それで見つけたの？焦げた笠木の鳥居。いや、うちのおとんに言われた。やめろって。知り合いのおじさんから忠告されたって。あの神社は普通じゃないって。これ以上追っかけるとやばい。たたり社だって。あの頃はまだ厨房だったから怖くなって、それで諦めた。ただメグは今でも忘れられないという妙な隣の神社、たたり社。弟を潰した赤い鳥居、弟が見せた朱塗りの円筒、神社のおじさんがそれのことを多分、お角様と呼んでいたこと。たたり社。はい、ゾウも。ゾウと申します。神仏にまつわる怖い話、その2をご視聴いただきましてありがとうございます。全然怖い話でも何でもないんですけど、この前バーベキューに行ってきまして、あんまりこんなリア充イベント行ったことないんですけど、まあ、そこでお互いの話、噂だけは知ってるような、まあ偉い方とお会いしまして、まあちょこちょこ喋らせていただいてるうちに、その人のお家が堺、大阪にある堺っていうところに住んでるって話になって、で、うちももともとは堺に住んでたらしくて、で、あ、うちお墓が堺にあるんですよって話をしたら、向こうの偉い人が、あ、うちお寺の横に家があるよっていうので、で、よくよく話を聞いていけば、どうやら本当にうちのお墓があるお寺の真横に住んでたらしくて、まさか僕に会う前にうちのご先祖様のお墓を見てるとは、っていうことがありまして、なんか恥ずかしかったのを覚えてますね。何が恥ずかしいとか全然わかんないんですけど、世間は狭いなというふうに思いました。まあだから何なんだって話なんですけどね。それでは神仏にまつわる怖い話、その3でお会いできましたら幸いです。象でした。ほなほな。